パカ、シャイだよ。パカ、リサだよ。セイリスチャンネルです。はい、今回はサンキューマートさんで時間無制限開放台をやっていきたいと思います。イエーイ、めっちゃ楽しみ。バイバイ。で、今回は開店前のサンキューマートさんの原宿表参道店で撮影させていただいてます。はい。で、今日はね、無制限なので、一人ずつお買い物して、最後にこう、見るっていうか。見せ合いっこ。そうそう、見せ合いっこ。していきたいなって思います。じゃあいつも通りじゃんけんで順番を決めたいと思います。最初はグーじゃんけんぽい。お、リサから。まあでも残り1個のものは私がゲットしちゃうかもしれませんね。それはちょっと汗汗ですねということで今からリサから買いに行ってもらいたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあ邪魔者が消えたということで早速買いたいと思います。お、え、待って、ステッカーじゃん。ちょっと最近ステッカーとか可愛いなと思ってテキテレ。え、可愛くない。え、じゃあこれを一つ買います。あ、2点で390円だって。うん、これにします。じゃあ買います。え、可愛い。買います。あ、2点で390円商品だって。すごくない？安い。これ買います。あ、アクセサリーコーナー。お、カチューシャ。あ、パール。買います。なんか最近シソとかつけるのハマってて、黒のねチェックは持ってるんだけど、レイビューは持ってないんですよ。うん、ちょっと欲しくなっちゃいました。うん、合いそう。え、待って、この可愛いんだけど。買います。あ、これ長さ調節できるんじゃない？これも可愛い。買います。絶対買っちゃわない？え、絶対買っちゃう。サンキューマート来ると実際にします。可愛い。これ買います。この巾着もね、買いたいと思います。可愛くない？コンパクトミラーだって。え、可愛くない？うん。え、これ買います。可愛くない？かわいい。全員集合。え、どうしよう。こっちにしようかな。それか、これ買います。ちょっと買っちゃいたいと思います。え、かわいい。え、これ買います。いけるいける。 SE2。 うん、 SE2 だね、まさに。あ、そうなんですね。じゃあちょっとカレーにしたいと思います。どうしようかな。買います。めっちゃかわいい。すごくない？注意。注意。可愛い。これ買います。お部屋に置くですか？はい、そうですね。何これ？スケールスタンド。あ、可愛い。リモコンでポチってトックからでも押せるんで。買います。じゃあリサは買い物終わったので、社員に交代したいと思います。はい、じゃあ早速ね、社員の番になったので、社員も買いたいと思います。じゃあまず、見てください。これめっちゃ可愛いんですよ。これ見えますか？これめっちゃ可愛いなと思って、これ1個ずつ買っちゃおうかなって思います。あ、これ可愛い。わかります。アクセサリー系ね。これ可愛い。これ買います。あと、最近なんか指輪つけてるよね。指輪好きですね。あ、これ可愛いんじゃない？可愛い。これ可愛いのでこれ買います。ピンです。これパレット？そう。あ、あ、こういう感じですね。え、これ可愛い。見た目これめっちゃ可愛い。これ買います。これ見たことある。あ、最後の1個だった。それ、あ、申し訳ない。あるあるじゃない？最後の1個開店前だからゲットできたかもね。ね、申し訳ない、すいません。じゃあこれ1つ買いたいと思います。靴下めっちゃ欲しい。靴下めっちゃあるね。ここの店舗さん。あ、かわいい。めっちゃかわいい。え、それかわいいと思ったもんね。これめっちゃかわいくない？うん。これ買います。これめっちゃかわいい。これ買います。あ、これもかわいい、うん、え、どっちがいいんだろう。最後の1個じゃん、それも。すいません、最後の1個買います。あ、残り1個だ。へえ。すいません、本当に残り1個買います。これ可愛いので、これ買います。色合いがね、めっちゃ可愛い。あ、
これ使ってますね、このラインスタンプ。これ使ってます。これね、クッピーラムネ可愛いので使います。サンリオ、サンリオ系ありますね。めっちゃ可愛いそれ。これめっちゃ可愛いのでこれ買います。鏡なんですけど、これ買います。メガネ系が欲しいんですよね。メガネめっちゃ可愛くて、メガネコーナー行きます。え、これ可愛くない？あ、これ前持ってたやつかも。壊れちゃったやつ。そう、忘れられないの。これ可愛いんだよね。そうだ、前買いに行ったんだよね、同じのね。そうだけど、なくてなかったんだよね。これ可愛い。これ、ね、じゃあ買います。配給があります。配給ね、めっちゃ欲しくて、でもね、行けなくて。インスタでね、見てね、買いに行きたいってなって。そうなんですよ、言ってたね。めっちゃ可愛い。これね、可愛いので買います。これめっちゃ可愛くないですか？どうしよう、日常っぽい感じがいいね。ね、可愛いよね。これ買います。これ、これってつなげられるの？したいんだけど。 Bluetooth じゃない？可愛いね。やっぱ色はね、白かな。白ですよね。これ買います。あの、LINE 通話とかもするんですよ。撮影とかもめっちゃするし、いろいろ結構使うと思うので、リモートの授業とかあると思うので買います。そうですね、あと結構もう買ったかなって感じ。いいんじゃないですか？終わりですかね。はい、終わりです。はい、じゃあ2人ともお会計ができたので、お家に帰ってゆっくり紹介したいと思います。はい、じゃあね、早速買ってきたものを紹介したいと思います。イエーイ。あのね、ずっとね、開けたくてうずうずしてたんですよ。はい、ちょっとね、うち靴下めっちゃ買ってんの。おお。靴下から一気にドーンって紹介していい？オッケーオッケー。いい？で、まず入り口のね、すぐそこにあったのがこれ、こうシングっていう映画のキャラクターたちのやつですね。あ、今やってるやつね。左右でキャラクターが違くて、もうマジ可愛いじゃん。そう、履いた時にめっちゃ可愛いかなと思って買いました。あとね、まあこういう感じでカラフルなね、ディズニーのやつとか、あとね、お花柄。いや、かわいい。ね、こう、これね、モフモフしてんの。めっちゃかわいいって思って。あったかそうね。そうそうそう。あとね、グッピーラムネの靴下。あ、うちもこれ見たらかわいいよね。そう、めっちゃかわいいよね。そう、あとね、ジャックの。豚さん。かわいい。そう、これ、ラインスタンプのやつ。あー、持ってる。そうそうそう。で、このね、8足を買いました。で、2点でね、サンキューマートでした。2点で390円でした、はい。じゃあうちも対抗して靴下紹介しちゃいます。まあ8つほどはないよね、さすがに。じゃーん、牛さんって買ったんですけど、可愛くない？牛さん、牛柄じゃなくてマジの牛さんがいるやつね。いや、もうこんな柄の靴下見たことないと思って。牛牛やめて、あだ名つけないで。お寿司なんですよ。うち的には牛肉とかが乗ってるのかなって。いや、マグロでしょ。いや、ここの牛肉このエビどれ？勘違いだったらおもろい。はい、で次はね、じゃん、これはワイヤレスイヤホン。12時間も持つらしいし、うん、ちょっと開けてみますね。何よ、見つけてなかった。え、こういう感じ。色はね、3色ぐらいあった気がする。で、明日予定空いてる？一緒に行かない？はい、今日もあと。あ、一人で行けって感じ。別にそいつ付き添いで場所を教えるってこと？うん。ワイヤレスイヤホンどこにあるか？うん。店員さんに聞けよって感じですよね。そっか、何これ皆さん理不尽ですよね。かっこいい感じにね、つけて。え？今何位って聞こえたんですけど。何を接続してるの？待って、ちょっと待って。一回、耳に外れますね。ナクセンバーリオンって聞こえない。え、めっちゃ聞こえるんだけど。ここでね、充電もできるのでね、めっちゃいいですね。ここにデコってる人もいるよね。ああ。なんかそういうのもいいなと思ってシンプルのにしました。はい、次、リサなんですけど。はい。三脚付きセルカ帽です。なんかこれ、なんかリモコンで離れてるところからもなんか撮影できるみたいな。すごくない？あれ？あれ？あれ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 、え、めっちゃ良くない？縦も全然できます。携帯をね、挟んでもこういう感じで立てます。はい、じゃあ次は、じゃん、
メガネです。メガネ買いすぎでしょ。形的にね、さやの顔に合ってるかなっていうのと、ここがね、銀のところがいいかなって思いましたね。なんか自分の漏れるさ、メガネの形ってあるよね。そうそう、こういう感じ。片見えないです。またお世話になります。バゴリ。はい、じゃあ次、じゃん、 iPhone ケースで、これ紐ついてるやつずっと欲しくて、いいよ、ずっとさ、カバンの中に入れるのがめんどくさかったんだよ。まあちょっと外出するときとかはこれにしようかなって思います。中はね、こんな感じで、紐がね、結構長くていいです。かわいい。はい、次、じゃーん、猫場のトートバッグを買いました。こういう感じで、ちょっとなんか日常っぽい感じがかわいいなと思って買いました。そのシーンめっちゃ好き。あとね、クロー鉄郎って書いてあるキーホルダーも買いました。なんかかわいいよね。トトイトトトトトトイね、トトよね。あ、トトよねって言ってんの。トト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 トよね。まあ、推しで来られたら推しで行くよね。じゃじゃーん、ハピーダンボーイボケロッピです。ここなんかグミみたいな、グミみたいなのがあるんですよ。もうこれが可愛くて。そっちね。で、あとね、これ巾着なんですけど、めっちゃモコモコしてるの分かる？で、ここにね、ケロッピがいます。尊いよね。じゃあ次行きたいと思います。もしやめて。こちらです、ポメポメプリン。で、あとこのおけつが可愛いかな。おいおい、この6つの線のやつが可愛いねと思って買いました。はい、次なんですけど、じゃーん、ね、これメモ帳なんですけど、こっちが、あー、すごくない？めっちゃ可愛くない？こういうのさ、ノートに貼ってあるとさ、うわ、おしゃれってなるよね。うんうんうん。まあ、字が汚いからおしゃれには見えなくなっちゃうかもしれないですけど。わー、最低。2点で390円商品なんですけど、これと、これと、これと、これの4つの柄があります。羊のね、ジョーンの方は、どうしたの？すいません、ショーンですね。え、ジョーンだと思ってた。羊のジョーンじゃなくて、羊のショーン。え、ちっちゃいからからジョーンだと思ってた。勘違いしないでもらえる。もう一回言います。羊のショーンの方は、これと、これと、これと、これの4つの目柄です。かわいい。じゃあ次は、じゃん、トイストーリーのアイシャドウパレットですね。そうなんだ。で、これが、うちも買ってて。え、おそろい、イエーイ。まぁ、ちょっとイエーイとか言ってるけど、こちらはちょっと嬉しくないっていうか。え？黄色かわいくない？そう、色はね、こんな感じ。にーはい、じゃあ続いて、じゃーん、これ巾着と透明のカバン買ったんですよ。で、これを中に入れて、なんか持ってこうかなみたいな思って、うん、ちょっと実際に入れたいな。はい、これね、別々の商品なんですけど、入れてみました。で、サイズ合うかなって結構不安だったんですけど、入れてみたらもう超ぴったり、めっちゃいい。イエーイ。はい、じゃあ次、じゃん、指輪を2つ買いました。1つがこういう感じで白で、ちょっとお花っぽい感じの、あとね、茶色のハート、可愛くない？次ね、リサなんだけど、うちもイヤリングとブレスレット買いました。こんな感じ。いいね。キュッ、これそれぐらい。せーの。はい、さやは次、じゃん、わかりましたか皆さん。そうなんですよ、ヘアクリップを買いました。結構透明だしいいかなと思って。うちらはこういう感じです。で、今ね、ちょっとざっとなんですけど、ちゃんとやったらもうちょっといいかなって思います。キラキラしてて可愛いです。はい、次うちなんですけど、じゃーん、で、シスとカチューシャ買いました。色がね、ネイビーなのがポイントです。半分になってます。はい、次、じゃん、これはね、パックですね。めっちゃつけたいって思ってたんですよ。で、売ってたので買いました。これが2点でね、390円の商品で、もう一個ね、買ったんですよ。うん、それが組み合わせがね、自由だったのでステッカーにしました。こういう感じでめっちゃ可愛くないですか。次、私なんですけれども、はい、ステッカーね、買っちゃいました。
で、これ2点で390円商品なので、ステッカー2個買いました。次、じゃん、鏡買いました。で、鏡がちょうどね、なかったっていうか、こんくらいのサイズの鏡がちょうど欲しかったので、これ買いましたね。なんかこういう感じ、三つ折りタイプですね。こういう感じでね、安定させて使ったりとかもできます。私も実は鏡買ってて、はい、これです。こんな感じでね、うん、2個ついてます。見た目が可愛くてなんかエモくない？うんうん、可愛い。一目惚れしてね、買っちゃいました。なのでこんな感じでシンプルです。はい、じゃあ次、じゃん、これはバツマルくんの、これは黒と赤の2色ボールペンですね。こういう感じでね、ここに嫌いだよってカタカナで書いてあって、うん、でバットバツマル、かわいいですね。色合いがね、めっちゃかわいいですね。紫ね。うん、で、私もちょっとペンキ買っちゃったんですよ。じゃーん、シャープペンシルなんですよ。おー、なんか一見ボールペンに見えたな、だけどシャープペンシルみたいな。で、これはポパイです。色が明るいのでいいかなって思います。続きまして、リサです。じゃん、クソハムちゃんです。かわいいポーチですね。これハムスターで、裏がね、お肉あるんですよ。この泣いてる、泣きそうなハムちゃんも可愛くないですか？もうとにかく可愛すぎてね、ちょっと一目惚れして買いましたね。リサミ最後でーす。ジュワーン。おお、やっぱサンキューマートと言ったらクッションでしょってことで買っちゃいましたね。毎回買ってる気がする、サンキューマート。そうなの。オレンジのチューリップ選んだんですけど、めっちゃ柔らかいんですよ。触ってみ。いいね。雑。はい、ということで全商品紹介し終わりました。わーい、うん、結構リサが買ったもので結構気になってて待ってるとか、見てないものとかあったりとかしたから、結構ね、良かったなって思いましたね、やっぱり。はい、ということで、ぜひみんなもね、気になった商品があったら買ってみてください。ゴー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 。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。バイバーイ。ボタンボタン。